こんなこと言ってました。リターンズ、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。おっかない先輩がつまんないから笑うとかするな。そんな先輩いない。先輩まで笑いづらいの。おっかないから笑うってなんだよ。気使ってなんですかそれ。行きましょう。ラジオネーム、需要もないのに勝手に供給。有吉さん、何か喋るたびに敵ばかり作っているため、あ、有吉さん、何か喋るたびに敵ばかり作っている為末大師が自身のツイッターで、悲しいかな、どんなに頑張っても日本で生まれ育った人がヒップホップをやるとどこか違和感がある、またアメリカ人が着物を着ても最後の最後は馴染みきれないなどと、今度は新たに日本でヒップホップを歌う歌手全員を敵に回してやがりました。おい、何やってんだよタメ。日本には MCAT さんいるじゃねえか。MCAT さんはな、シマウマやめぐみの旦那なんかと違って人種なんて超えたオリジナルジャパニーズヒップホップなんだよ。感動を呼び起こすんだよ。ボンバヘイをもう一回聞いて出直してこい。アカペラバージョンも忘れんじゃねえぞ。そんなこと言うのよ。シマウマ。シマウマ。ジブラさんのことですか。あ、ラジオのペケミニ。有吉さん、あそこいじり虫こと加藤隆さんのツイッターで、2万件以上の同意を得て現在リツイートをされまくっています。怪奇好きの方には申し訳ないけど、心霊写真って本来なら一定の確率でおっぱいとかチンコとか写っててもいいのに、いつも手とか足とか顔とかモラルに反しない部分しか写ってない時点で作り物なんですよね。その通り。こりゃ言い返す言葉が見当たりませんな。もし俺が幽霊になったら真っ先に女子校に行って教壇の上でチンコと共に仁王立ちするって心に決めてるし、同じこと考えてる奴なんか今まで腐るほどいただろうが、なのにそういう幽霊も心霊写真もねえのおかしいんだよ。要するにな、霊だのオーラだの見えないものを見えるっつって銭儲けしてるタヌキ野郎は全員嘘っぱちで、見たいのに見えないようにモザイクかけたあそこをいじくって銭儲けしてる性のカリスマだけが真実を語るんだよ。オーラが見えるとか抜かすメタボリック女子大生も、地獄に落ちるわよとか抜かすメタボリッククソババアも、いっぺん加藤隆さんに抱かれてこいっつんだよ。そうすればあんたたち天国に生かされるわよ。おーい。うしゃー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 ってないんだ。かっこいいですね。なるほどね。いや、本当はこういうこと言ってるやつってさ、いい加減なら本当、ノストラダムスのことで金儲けしてたやつ、全員一回土下座して本当に。うん、いや、そうですね。そうだぜ、あんなやつら。だって、1999年が過ぎたら、次、計算で、昔の計算で見たら2006年だったとか、言い始めますからね。うん、そうですね。引き伸ばし工作ばっかりしてさ。そうですよね。もう、さすがにいませんね。もう、さすがにノストラダムス言わなくなったな。はい、15年は伸ばせねえなっていう判断、踏んだんでしょ、ね。一回マヤ文明に逃げたんだけど、一回逃げましたね。逃げましたね。はい、なんかあんな本当適当に言っていいの、まあ、いいのか、まあ、みんな結構言ってますもんね、はい、それでなんか問われたりとかしてないんで、しないもんな、うん、あれで金稼いでんだぜあいつら。いや、すげえな。いや、だからダメな、俺もうオカルトだっかだわ本当に。なんだ白子お前、はい、オカルト派の顔してんな。オカルト派の顔、オカルト賛成派の顔してんじゃねえか。ずいぶん信じてんのか。いや、信じてるとかじゃないですけど、まあでも大丈夫じゃないですか。その感じで言っても守ってはもらえてるみたいなんで。あれ。何に守ってもらってんだよ。ご先祖様で、亡くなってらっしゃる方いますよね。ご先祖様で亡くなってる方、はい、それいますよ。はい、大丈夫そうですよ。今の感じのままで。なくなってるでしょ、みんなに。あなたさ、あれやり合い。なんか、うん、あれじゃない、なんか、親戚に、ちょっと心臓悪かった方いらっしゃるでしょ。まあ、そうですね。ちょっと入院とか。はい、あなた気をつけた方がいいわよ。うん、僕も、うんうん、なんすか、うん。はい。
いや、こんなこと言ってんのよ、そうよ。そこですよね。これで、じゃん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 銀行に金入ってくるわけですもんね。今ので。ほんと。ああ、やめらんねえな、これ。そりゃそうだわ。もうほんとその存在感だけだろ。うん、雰囲気。そうですね。そうですね。いや、あなた、あれなんかあなたのお母さんって、黒い下着とかつけてない？つけてねえですよ。それ間違ってますよ。照れちゃって。つけてねえですよ。照れちゃって、坊やもうや。照れてねえ、照れちゃって。お母さんのね、下着が入ったタンスね、開けてごらんなさい。黒い下着あるから。そうだ。CM またぐな、これ。絶対ねえよ。タンス開けても。自信あるわ。絶対ねえ。ラジオネーム夜嫌いの夜行性有吉さん元祖前しか向かねえ野生の陰形フェイスこと長渕剛さんが2015年8月に世界文化遺産の富士山の麓で10万人規模のオールナイトライブを開催することを発表しました。東京都内で18日会見を行い、2004年の鹿児島桜島でのオールナイトライブから10年が経ちますが情熱は冷めてない。富士山という日本のど真ん中で生命の匂いを感じながらもう一度みんなと拳を突き上げ叫びたいと思った。命をかけて喉が潰れるまで歌いたいと決意宣言をしてやがりました。有吉さん、一難去ってまた一難です。ここにも加山雄三以外に世界征服を企む奴を野放しにしてしまいました。富士山は1707年以降300年以上噴火が起きておりませんが、一部では噴火の周期に入っていると言われており、ここ2、3年で噴火するとも言われております。そうです、こいつはまず10万人の手下と結束し富士山を爆発させ、領土と手下をこの富士の麓から集めて、まずは日本を征服する気です。有吉さん、加山雄三亡き今、今度は山賊との戦いになるかもしれません。新たな怪しい動きがあり次第また報告させていただきます。めちゃくちゃですよ。ね、大丈夫です。一番怖いも加山さんだけですから。ラジオネーム三平、有吉さん、世の女性たちがどんな下着をつけているのかを完全に把握しているドスケベ企業ピーチ・ジョンの野郎がバンダイとのコラボでセーラームーンなりきりブラセットとかいう大変けしからん下着を販売している模様です。念のためホームページを覗いてみたところ、10種類のセーラームーン下着を身につけたランジェリーモンスター小島春菜様がエロス丸出しのうっとりした表情でこちらを見つめていたので、ついつい10回連続で具足をお仕置きし体調を崩してしまいました。あんなコケティッシュ番長と毎週共演している有吉さんのおちんちんが心配です。もう若くはないのでお仕置きは1日3回までということを肝に銘じ、お互い健全なオナニーライフ送っていきましょう。僕からは以上です。うるせえんだよ。うるせえんだよ。以上じゃないんだ。そんな報告いらんないんだよ。ねえ、どうしようかな、1個ぐらいかな、いけるかな。ラジオネーム稲葉の白うなぎ、有吉さん、世の中の武男の怒りを買う面構えでおなじみ向井理さんと小栗旬さんが、小栗さん主演の月9ドラマ信長競争曲で共演することが分かったそうです、うん、そこで向井さんは小栗さんについて、すごく過敏すませがありますね、織田信長にぴったりだと思います、人間的に他人を引きつける何かを持っている方なので、座長として現場にいてくれるだけで安心感がありますとおっしゃっていたようです。皆の者、敵は本能寺にあり、大体小栗なんて覇気のなさそうな奴が織田信長にぴったりなわけねえだろ。おい平子、誰が本当に信長にぴったりか教えてみて。あ、僕っすか、僭越ですけど、じゃあすいません、失礼します。いやーやー、我こそは福島が生んだ剛腕男児、万代山の頂上で生まれ五色沼の水をすすい育ってきた、この名を青森まで届け、我こそが平子祐希という名の一武将なりけ、以後お見知りおきよ。いや、もうこれ織田信長どころじゃない、曹操だ。Day, night, dreamer.